右目に。お、ナイスショー。ありがとうございます。球が強くなっている。ナイスです。そういう時に木が池怖がってさ、右狙って右の OB とか行っちゃう。いや、広い。大丈夫です。待って、大丈夫か。そう、木だね。木がすごい良かった。よかったー。左の池が出てるので、バンカー方向。そうですね、バンカーのイメージ的にはちょっと右目ぐらいに結構刻むんで。一応まあ下の方は残ってるんで別にいいんですけど、多分あれだったら50度のまあフルショットに近いというかぐらいだと思うんですけど、そういうのマネージメントで大事だからね。あと番手があんまりない。そうさあさあ、ここ大事なホールです。ピンかなり左にあります。若干右を狙って、50度じゃちょっと足りないかなぐらいの残り距離になってるんです。 P ないからね。P とはもうさよならしてるんで。おー、ナイスだね。右から足りてます。ナイスオンです。ありがとうございます。横かな。ピンを狙わない。ワンピン右。いい勝負になってくれ。止まれ。でかくなる。止まれ。そう。消えた。ちょっと行っちゃったかもしれない。やばい。なんといいとこにありまして。ミオさんの方が難しいラインでした。チャンスです。コロさん、ナイスだな。これはちょっと想定外のチャンスが巡ってきました。バーディー欲しいけど、このバーディーでも狙いに行くと結構リスクありますよ。リスクあるし、入れたら本数もなくなる。並びです、ね、で入れたら2負けになるから、あ、なんか逆転してる勝手に。まさかやばい。これ入れて丸3、外しても丸1。いや、これマジ大事だよ。曲がるよ。左スライス。読みすぎ。先やっちゃいます。お願いします。やっちゃいます。ナイスイン。うん、丸一個はゲットできたぞ。外せオーラを出した。ただ入れてくるんだよ、こういうの。プレッシャーに強いんだろう。入れたいな。
あと3ホール。美穂さん、はい、ホールインワンの椅子が、記念椅子がある。でも新しいですね、記念品を椅子にするって。初めて見ました、ね、なんか 木が多いよね、はい、ゴルフ場に。練習グッズ、ボール編、はい、これはなんかよく見るけど、そうですね、どういう効果がある。これはもうここに挟んで、どういう人に向いてる？そのトップでこう右肘というか右脇が開く人、うんうん、相手ちょっとこうクロスになったりする人にはすごいいいです。開かないんだこれ、あこう無理になっちゃう。あすごいピクピクする、開けようと思うちょっときついです、だいぶきついね、うん、このまま。あで常にこう体の中心に腕があるような感覚が養える。これだと外れないよね。そうですそうです。あのよくこうずれすぎるっていうことがないから。あとそのさっき言ってたインサイドにもちょっとしやすいんですよね、この右脇がこう締まってるんで。こっからこうなる人が結構こうカットに入りやすいんで、うんうん、開いちゃう人は。あそっか、締まったまま降りてこなきゃいけないから。そうですね、私もなんかで番組で昔使ったやりました。アプローチをさやっぱ手を使っちゃうのを軽減するためにこういう練習。これでだって手使っちゃってもうバレバレみたいな、なんかもう今手使ったでしょみたいな。そのまま、あ、きつい。結構きついです。結構私空いてるかも。これやるともうなんか、そう。ここがやっぱこう締まってくるんで腕が。辛い。相当辛い。結構いいです。これいいね。うん、てか硬いから、ね。ちっちゃいトップ、うん。コンパクトなトップから打つ。なんか回るよね、すごい。私がやるとなんか硬い。そうですか、すごい回ってるよ、みほさん。うん、うん、で、なんか普通のボールでもいいと思います。あ別にゴルフ用で買うとかじゃなくて。以上です。143です。もうこの近辺が24度と8番アイアンしかなくなってきちゃう。ちょっと8番だとそのバンカー越えるのが怖いんで、ね、ちょっと左目にやってそうですね。さあ勝負。狙います。なぜなら負けているから。打ち込まない。あたりな、最高じゃないですか。ナイスー。これで今さちょっと追い詰めてきたよ。しっかり打ってきた、しっかり打ってきた。よし、これバーディーればここで多分決着がついてしまう。やめてください。最終ホールまでお願いします。フックしますよ、しっかりいきますよ、フックしますよ。でもラインが全く見えない。弱くない？お、弱いよ。打った瞬間優しい。パッと期待してます。期待されている。え、やっ、押し出した、押し出した、押し出した。ナイス。痛い。並びました、並んじゃいました、並びました。なんかちょっと優しいかもしれない。ぬぬぬぬ。9番ホールにお花ゾーンが。なんかピンクの色もそれぞれ違うね。あっちのピンク濃い。3オーバー、うん、ナイスプレーだね。スプーンですか。スプーンです。狭いとこ、狭いとこ狙う。
じゃない、多分あのラフの、そうですね、多分奥のバンカーは入んないと思うんだよな、転がってない、転がってないじゃん、これ結構リスクなんだよね、ドライバー越えればいい、心さんも結構狭い感じですよね、旗の白旗のちょっと左狙いって感じですか、いやでもこれバンカー入る可能性相当あるね行くんだったらもうこっちに構えて右側に、多分心さん右側から打つ方が多分気持ちいいんですね、です多分いけると信じよう、行きましょう、そうだよ、ここだって勝つしかないんだから、どうすんだナイスショー、完璧、完璧です、やった、いやもう念、ね、念込めてたもん、念、ね、怨念怨念怨念、そんな、ま、恨まれてる足がかからなかった、112、お意外とある、そうなんですよ、ちょうどないないです、9番か50度か、じゃあ加減か振るかって感じですね、はい、でもちょっとフォローなんで50度で頑張ります、110何を50度でいくの、52、マジすごいな、すごいな、飛ぶな、決着がつきます、ちょい右ね、ナイスオン、ありがとうございます、手前から手前からバーディを狙う気かな、86フォローでいつもだったら50度でいくけど手前からの方がいいからフォローがある判断、念込めてる、あ、でかい、絶対でかい、手前ってやってたのに、手前のクラブ持ったのにやん、追い詰められた残ってたカラーで、え、遅い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 、やだ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 、やな距離残っちゃったさあ、クラブのロングパット、マウンドもたくさんある、首絞められた、首絞められてる、あっちからこう来たからやっぱ振ったよね、でも強気でいけばまっすぐでいける、強気、意外と入んないよ、嘘、チンチンチン、先入れます、ナイスインです、ナイス、ナイスパー、ありがとうございます、強かった、ありがとうございました、ありがとうございました、お疲れ様でした、どうでした、楽しかったですよ、なんかでもなんかいろいろもらったから最後の最後まで盛り上がってよかった、あれなかったら接戦しましたよ、結構ぶっちぎり負けてたからあのバーディー一つ丸が大きかったですね、大きかった、 あとは皆さんあの、いろいろイノさんの練習器具の紹介したので、はい、その辺試してみてもらえたらなと思います、次回も楽しみにしててください、ありがとうございました、ありがとうございました、 YouTube のチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします、お願いします、ではバイバーイ。